シュロフ・ジャッキー・シュロフ、英語、ジャッキー・シュラフ、ヒンディー語、1957年2月1日隊は、インドの映画俳優。実名は、ジャイキシャン・カークバー・イー・シュロフ。アジア映画アカデミーの国際映画、テレビクラブの終身会員である。2017年、インバーティス大学の名誉博士号を取得した。1957年2月1日生まれ。 父親のカークバーイー・ハリバーイー・シュロフはグジャラート人で母親のリタはカザフスタン出身のウイグル人だった。兄がいたがジャッキーが10歳の時17歳で亡くなった。彼は映画業界に入る前は地元で不良少年として過ごした。いくつかの広告のモデルを務めた。ディレクター及びプロデューサーであったスバーシュガイがヒーローを制作した際、スクリーンネームである ジャッキーを与えられたが、この名前は、学校のクラスメイトの一人が彼を呼んでいた名前に由来している。彼は、インドチャンネルスター1で放送されたオーディション番組、インドのマジックスターの審査員も務めた。この番組は2010年7月3日から2010年9月5日まで放送された。彼は後に映画制作者となる愛ャだったと、 彼女の誕生日である1987年6月5日に結婚した。彼らには息子であり、ボリウッドの俳優であるタイガーシュロフと娘のクリシュナがいる。ありがとうございます。